セラデン氏、セラデン、セラタ、セラダ氏は、鎌倉時代に、清は源氏の新田氏から分立した、上野国神連軍、新田僧、セラタ号、現在の群馬県大田市余良伝町の皇族。新田義重の四男、義期、新田義兼の同母弟が、父義重からセラタ号を譲られ、その児童になることによって、実質的に成立した。義期は、徳川号、 現在の大田市、徳川町を、町子の白太郎らんに与え、セラタ号は、次子頼氏ヨリウジに継承させた。頼氏は、セラタや白を称し、セラ伝氏の名を起こした。義キは、禅寺長楽寺を建立したという。義キ、頼氏うじは、与り伝近辺の所領の開発を進め、セラ伝氏は、日泰地属中の有力者として台頭する。 本宗家の新田正義が幕府の近畿に触れて、新田氏の総領職を奪われると、岩松氏と共に、世良田頼氏が総領職を分担するに至った。頼氏は幕府に重きをなしたが、1272年に失脚して佐渡に流されてしまった。長楽寺も北条独宗家に奪われて、皮肉にも、その支援によって、関東実設、 鎌倉実説に数えられる繁栄を遂げることになる、北条氏滅亡後に、日泰一族が奪還する。頼氏の後は、着難の教師、その子、家時と継承された。鎌倉時代末の騒乱が始まると、家時の子、矢次郎三義は、僧侶、日泰義貞に従って鎌倉攻めに参戦し、北条高時以下の北条氏を滅ぼした。その後の三義は、 南北朝時代の騒乱化においても、一族の枝幸義、教師の弟の勇士の子と共に、義定に従い続き、南朝方として終始活躍した。その一方、三つ吉の一族、世良太義政は、下谷国を拠点とした。彼は、一族の義親下と共に、足利氏、高氏などを中心とした北朝方として、功績を残し数佐国志後になっている。 その末裔は、四式の山梨の稲葉国、宝紀国の死後に随行したという。稲葉徳川氏、後に、森本氏と改め、過労の森本証言などが出たという。波屋行き、天野定影の著書とされるによると、三吉の着手の正義は、品野国で南朝方を率いた宗永、宗長親王、後醍醐天皇の御子に仕えて、世良田号を離れる。しかし、取徳二年。 1385年に、所長氏の親木と共に、品濃国並合村、長野県下稲郡八村で戦死してしまったという、並合の合戦。正義の次男の万徳丸、正近も戦に参加していたが、この時は難を逃れた。その後、永京8年、1436年になって、三河国松平号に隠れ住んでいたのを発見され、捕らえられた後出家し、四国へ渡った。 カキツの乱を、上野国万徳寺で修行していたが、文章元年、1466年10月に、没したという。マサチカには、男子がなく、セラタ号領主のセラ電子着重はここに断絶した。マサヨシには、諸子の生満、義明もおり、共に、波合の合戦で散ったという。親木の子に、夕親がいたという説もあり。清水のる、消された一族によれば、 マサチの娘の子、脇屋義則、新田義宗を父とするが、与良殿の名跡を継いだという。義則の討死人の後、子、新田助則はケ谷国マフネ村に住み、子孫は武田氏などに仕えたが、徳川家康の台頭に伴いマフネ氏を称した。マフネ氏の一部は、戦国時代に、道の区国会津群に移って、世良田氏を称したとされる。族の枝氏は、 日田宗家の命により、丹波に派遣されていたが、細川氏の地には、旗野氏に従うようになり丹波綾部の豪族として、安土桃山時代まで名脈を伝えた。なお、並合の合戦には、一族の言親、系譜関係は、諸説ありも加わっていたという、南山巡主録、現中2年、1385年3月上書院、藤沢山六期。この言親が、 松平氏の祖とされる徳川美木。三河国の戦国大名松平氏は、松平清康の時世は源氏を両電子の後衛と称するようになった。松平氏の起こった三河国鴨軍には、元来南朝佐方の残党が逃れてきたことに関する伝承が多く残されていたようで、松平氏の家臣を置くぼし、宇都宮氏をはじめとして南朝方武将の末裔を、 称する武士数多い。真相は不明だが、清康はその事故から自身を、源氏の名門につなげるために、三河松平号で没した、正近、正義の子、親秋の弟の存在に着目したという。さらに、正近の祖先である、セラタ頼氏は、三河守であり、三河の支配者の先祖として、着眼した清康は、自身の安城松平家の世襲の通称。 二郎三郎を持ち、セラタ二郎三郎清康と称したという。清康の孫の松平家康ははじめ清康からの流れとしてセラ電子を称していたが、1566年、三河統一のため三河守人任官を望んだ際、セラ電子に三河守る助人の前例はないと拒否された。そこで家康は、この絵先久に相談した。この絵先久は、 松平氏の祖とされる余両伝劇が徳川氏を名乗った文献があること、また、新田家徳川氏が藤原姓を名乗ったことがあることなどを突き止め、家康個人のみが徳川に複製、事実上の改正するという特例措置を得、従後した三河守に助任された。豊臣秀吉政権の参加に入った頃から、再び新田源氏に複製していたようである。その頃安房の里見氏、 日泰一族に送った書状では、徳川氏と里見氏が、日泰一族の同族関係にあることを主張している。1590年に、関東へ違法された前後には、日泰一族につながる岩松氏の末裔を召し出して、日田氏の系譜を訪ねている事項が記録にある。この過程で、家康が整理させた徳川氏の系譜では、松平氏の祖は、親木の子で、 正近の兄の親木の維持とする優親、長弥ということにされている。その伝承によると、親木の戦死後、その子の優親も南朝方として戦った、死なので戦死したとも言う。優親の小よりお伝親氏は北朝方の追分を逃れて、自襲の僧となって、徳弥と称し、流浪した。やがて、三河国に流れ着き、鴨軍、松平号の領主、松平信繁、 左衛門の将位の娘婿になり、現属して、松平氏の名跡を継ぎ松平近志氏、松平太郎左衛門近氏と名乗ったとする。また、徳川七代将軍家継も、幼少寺西領殿を称している。世良田光氏の子である常氏に始まり、その子へしと囲碁子,子孫を反映した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。